上位進出へ今日から新たなスタートです。サッカー J1 清水エスパルスが今日今シーズンの初練習を公開しました。一般公開で行われたエスパルスの初練習、およそ350人のサポーターがミホグラウンドに駆けつけました。今シーズンのクラブスローガンは Here goes。 強いエスパルスを取り戻すための挑戦がここから始まります。ゴールを目指すサッカー、ワクワクするサッカー、それが、清水のこの土地というか土台に土壌に合ってるのかなというふうに思ってます。期待に応えられるように、自分のできることを全力で尽くしていきたいなと思ってます。今日は復帰組を含めた12人の新たな戦力が顔を揃え、共に汗を流しました。北九州から2年半ぶりの復帰となる高橋大悟選手、昨シーズンはチームの大黒柱として J2 全試合にフル出場し10ゴールを挙げました。まずは試合に出ることが優先ですけど、でも、やっぱゴールっていうのに結びつきたいと思っているので、5ゴール以上は取りたいなっていうふうには思ってます。チーム内には早くも新たな競争が生まれています。上位進出、そしてタイトル獲得へ新生エスパルスが動き出しました。